道の駅グリーンロード台湾にやってきました。まずあるのがトイレですね。トイレに入っても仕方ないんですけど、ちょっとこのトイレちょっとでかいんで、あ、やっぱりそう。トイレ以外にもありますね、情報が。道の駅グリーンロード台湾三郷町の紹介。人口6000人。今ここなんでトイレが公衆電話があって、道の駅自体は、どう思う。ここですね。こうですね。こっち側にあります、ね。林業総合センターまで行こうか。どうなんだろう。ここは間違いないですけどね。この青いところまでなのかな。カフェと直売所がありますね。と売店、まほろば三直市。もう隣にはありますね。隣が三直市なのか。ここはカフェなのかな。ランチ。ここで注文してって感じですか。お席の方どうぞ。あ、お席の方です。あ、こんな感じか。あ、ちょっと財布忘れたんで、あ、あとまた来ます。ここが産直市ですね。新鮮野菜、加工品、その他。ちょっと入ってみましょうか。無人販売の、あ、向こうでレジがあるのかな。あ、そういうことか。この狭いところ行ってみましょうか。いや、ここちょっと狭いな。あ、っていうか道の駅スタンプあるな。押しましょう。
しました。コンビニみたいな。こちらのクロフトビール。温み込む音楽か。僕らなんか。すみません。ポプラのシール貼ってましたけど、道の駅としては林業センターが、林業センターまで何でしょうね。この集会場、この集会所は仕方ないんで、ないていうか集会所は違うか、ちょっと分かりづらいですね。境が、あの地図で見ると林業センターまでなんですけど、おそらくここまでじゃないかな、このダイヤマートまで。ダイヤマートは若干狭いですね。このちゃん直位置もちょっと狭かったかな。これはなんだ、ロッキンバッピー、これだけあるって。川が遠いな、川がえらい遠いな。もうちょっと近くにあるかと思ったけど、これ川に、これ下に降りたところで川にたどり着けない。ということで、道の駅グリーンロード大和でした。